7月2日のケリヒメスイーツ。今日は大切なお知らせがございます。左下のワイプをご覧ください。髪の毛がうっすら青くなりました。特殊な薬剤をかぶったらこんな色になっちゃいました。まあある意味ヘアカラー剤は特殊な薬剤だからな、間違っちゃいないよと。ただそのヘアカラー剤、そうなんかアッシュ系にでもなればいいかなと思ったら意外と青になりました。まあ青系もね別に嫌いじゃないし、なんなら昔がっつり青をやってた時があるからね。さてどのステージやろうかな。そう今日ね収録するっていうタイミングでね、なぜかねエアコンはかけてるわ、洗濯機は回してるわでね余計な音がガンガン入ってると思いますけども、よろしくお願いしますあ、間違えた。またあの通常デッキのやつで、うん、覚醒色というかコラボメンバーは入ってるね、覚醒色抜き用デッキで。というかねこの髪色にするとまだ大丈夫かな。パッと見はグレーとかそっち系にも見えるだろうから、あんまり青々しすぎてるとこのね黒巻きで背景を抜いた時に俺の頭も抜けるんですよ。昔がっつり青だった時にありましたよ、番組出たらお俺の頭が透けてるっていう。あとは番組でやらかしたのがあの大体グリーンバックなんですけども、たまにあのブルーバックでやってるとこあって、まあ青系緑系どっちも着るべきではないんだけども、グリーンだと思って結構真っ青なね上に羽織るの着てった時があったんですけども、うん、まあそれも思いっきり抜けるそのブルーバックだった時があって、うん、だからあのハリーポッターごっこしてました。あのこれもこの動画で話したのかな、まあネームプレートがあって出演の人とか、ね、メーカーの人がいる中、そのカーダって書いてあるのにあれいないぞって思ってペロ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 ってね出てくるっていうね、ハリーポッターごっこをやりましたよある意味一ネタになりました。服はねまだいいんですよ、脱いだり着替えたりすれば。頭の場合ってどうにもならないから、果たしてねこの色も黒巻き抜いた時どうなってるかがね心配ですねどっちを基準にして、うん、色抜くべきか。まあそもそも完全にワイプでね四角で囲って背景を抜かないっていう、それでやれば綺麗に収まるっちゃ収まるけども、まあでもあの背景抜いてやった方がちょっと近未来感があって好きなんでね、うん、別にあろうがなかろうがゲーム画面はちょっと隠しちゃうんで。そう昔顔出し実況とかがなかった時代、うん、なかったというか全く流行ってなかった時代、ニコニコの実況ブーム第2次3次ブーム、2次3次っつってもあの VTuber の方じゃないよ、第2次ブーム第3次ブームぐらいの時ぐらいかな。あの頃ってまだ顔を出す文化がほぼなかったから、逆に顔出しで実況やってるとなんだろう疎まれることの方が多かったんですよね。うん、まだみんなになんだろう受け入れられてなくてっていう、その顔がかっこよかろうが悪かろうが関係なく。今はなんだろうリアクション見たいっていう人とか多かったりするし、あと自己顕示をしたい人が多くなったから顔出しとかって人はね増えたけど、最初俺もなんか顔出しの実況ってあんまりいいなとは思ってなくて、その理由があのゲーム画面を隠しちゃうからってなんですよね。まあ今がっつり隠してますけど、左下の方このあれかな、金箱、あとは木の箱かな、宝箱の何個取ったってのがいい感じに隠れてると思います。そうなんかゲームが主体の動画なのにゲームを隠しちゃうのはいかがなものかなって思ってた時期があって、うん、まあ今でも持ってるけどもできるだけね邪魔にならないようにっていう、あの会話文とかどうしても出ちゃったらその部分はね自分をスケスケにしてある程度見えるようにしたりとか配慮はしてるけども、ただどのゲームでもどうしてもね、うん、何かしら隠しちゃったりはするんで、顔出しするとやっぱその人の動画感は出るから分かりやすいっちゃ分かりやすいんだよね。顔芸リアクション動向とか関係なく、あとは声だけじゃなくやっぱ顔もあった方がその人の感情が伝わりやすいっていうのもあるから、あった方が表現はやりやすいよね。
かこんな感じで、今日はねこの後用事があるので、もう着替えして出られる準備をして、あと30分ぐらいあるな。よし、ケリ姫でも撮っておくかっていう、編集も多分30分内に終わるだろうから。よし、じゃあ今日はこんな感じで終わりにしておきます。髪の毛が青くなった川田さんでした。また明日。